マジふざけんな。在庫さばけねえんだが。いくらかかったと思ってんだよ。これどうすんだよ。ピロファイプレイヤーは責任取って全部買え。ねえ、今どんな気持ち？死ねクソが。おちんちんピロクソ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 。俺が情弱だったばかりにまんまとはめられた。売れもしないヒロファイのゴミカードパックを買わされ、金を失って店のいらない在庫をすっきりさせただけだった。俺は情弱じゃねえ。絶対損した分取り返してやる。こうして俺は二度と罠には引っかからない、そう決めた。口コミには騙されないし、自分で徹底的に市場の調査をした。だけど俺は再びはめられた。はぁ、ふざけんなよ。今度はファンやガチ勢からじゃない、公式の店舗からだ。俺はトリックルームに引っかかったんだ。ヒロヒロ探偵団。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。今回の俺のターゲットは小さい子から年配の男女にまで人気の高いプチッとモンスターのカードパックだ。どんな痛い目に遭おうと転売ヤーをやめる気のない俺、今回も安いコストで手に入って大きいリターンの望めるプチモンのカードパックを狙っていた。何せ販売される先行のランスと陰影のソウルはゲームでも人気の高い2種類のビルドレックスが収録されている。これが出れば勝ち確。カードショップでも白ビルドレックスは1万円以上、黒ビルドレックスは2万円以上で買収されているんだから、ヒロカリで売ればもっと高値がつくだろう。よく転売ヤーから買わないことが転売ヤーを少なくしますとか言っているやつがいるが、買うやつはみんな人ごと、自分が良けりゃいいんだよ。だからこの転売ビジネスは永久に終わらないんだよ。そして今回の目玉はそれだけじゃない。陰影のソウルに収録されているカナリアという女性キャラクターも非常に人気が高く、これが出れば1万以上は固い。発売日は4月23日。なるほどな。よし、今回は高額カードを狙ってパックを買いに行くことにした。場所はプチモンセンター日本橋店だ。プチモンは人気が高い上、俺みたいな転売ヤーも多く駆けつけるから、発売日当日は全国のプチモンセンターが大行列をなしている。俺も当然並んだぜ。2日前からな。うまくいけば30万、いやそれ以上は儲かるぞ。うわー、楽しみだな。子供の頃はプチモンが好きでカードを集めたりしたこともあった。だけど今の俺はプチモンが諭吉にしか見えない。あー、楽しみすぎてポテチが進みますわ。あいつさっきからポテチ一生食ってんだけど、コンソメくせえんだが。うるせえ、クソはすっこんだろ。確かホームページには午前9時に時間帯別整理券の配布と書いてあった。あと少しだ。間もなく日が昇ろうとしている。その太陽はまさに俺の未来のように明るく眩しかった。よし、8時45分、そろそろ立ち上がるか。前後の転売ヤーたちも準備運動を始めた。みんなお互いを敵だと認識している。誰よりも先に多く価値格カードを引く。それはみんな同じ目的だった。残念だな、一番儲けるのは俺だよ。そして8時58分、そろそろスタッフがやってきてもいいはずだ。列の先頭に立って9時になるのを待っていてもおかしくないはずなんだが、そこには誰もいない。9時、遠くの方からプチモンのスタッフがやってきたが途中で止まった。そしてスタッフが発する言葉に俺は思わず大声を上げてしまった。今から列形成時間なので、今並んでくださっている最後尾から整理券を配ります。はぁ、ざけんなよ。一番後ろからって言った？え、なんで？つーか、服にポテチのコンソメの匂いついてんだが、あいつどんだけ食って。おい、お前そんなこと言ってる場合じゃねえだろ、バカかよ。つーか、後ろって何？何？どういうこと？どういうこと？え、意味わからないんだが。ガチで意味がわからない。だって早く並んだから早く店に入れるし、早く整理券だってもらえるはずだ。今までだってずーっとそうしてきた。なのに一番後ろから配布する意味がわからない。すると整理券をもらった男女が俺たちを見て笑っているのが見えた。転売や涙目じゃん。ほんとこいつら全員滅べばいいのにね。転売すんなら公式くらい読めよって話だよな。プチモンファンの勝ちだなこれは。は？俺はその声を聞いて公式を見てみることにした。そこに書かれていたのはよく見る案内だった。並び列形成に関する注意事項、
当日の混雑状況により配布時間は前後する場合がございます。当日入店ご希望のお客様は待機場所まで直接お越しください。うん、しかし問題はその下だった。はぁ、あ、ご案内以前に列を形成された場合、順番でのご案内はしかねます。おい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 、ふざけんなよ、知らねえし。こんなの大体脅し文句で普通に配るもんだろ。前々から日本橋店って転売ヤーの列に困ってたらしいからね。これで消えてくれるといいんだけど。ま、整理券もらうまで高みの見物と行くか。なんだあいつ、性格悪い。結局俺は整理券をもらうまでいろんな人の見せ物になりながらクスクスと笑われていた。ネットで見てもプチセンスタッフが神対応だとか転売ヤー O2 だとかいろいろ言われている。めちゃくちゃ腹が立つ。そして腹が立つことはこれだけじゃない。ざけんなよ。カードパックを開けてみたもののゴミカードしか出なかった。終始マイナスだ。いくら運が絡んでいるとはいえ、まさかここまでだとは思わなかった。それもこれもスタッフのせいだ。最近はどこもかしこもあの手この手で俺たち転売ヤーの邪魔をしやがる。さらに運にも見放されたんじゃたまったもんじゃない。ねえ、今どんな気持ち？死ねクソが！おちんちんピロー！もっとあのクソ野郎を思い出した！あー、腹が立つわー！なんかもう疲れた。カードの転売は俺には向いてなかった。そういうことだろう。ファンにも店のスタッフにもやられて、もう俺は疲れたよ、パドラッシュ。真面目に働くか。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。ははは。